にちは、トリックスのバックヤードトークです。はい、皆さん元気ですか？はい、いよいよ春になって、もうね、皆さんもね、来シーズンのドネギアはね、もう大体そうだと思うんですけど、ここら辺からね、小物はちょっとね、ディグっていきたいと思うんですけど、今日紹介するのは、じゃん！こちらです。はい、ゴーグルなんですよ。そのゴーグルなんですけど、うちはね、昔ちょっとやってたんですけど、そうです、ダイスのゴーグルを今回紹介したいと思います。でもね、ダイス全部じゃないんですよ。うちが選んで末にやった、ドン、このモデルです。みんなも知ってる、そうですね、皆さんだから知ってる方もいると思うんですけど、知らない人も見てください。このモデル、来シーズンから出る新しいモデルで、グッドマン。このダイスの出てるこのグッドマンってやつですね。去年まで皆さんね、ダイスの好きな人ね、ダイスバンドの人がみんな使ってたのが、バンクってゴーグルがあったと思うんです。バンクすごいですよね。球面でこれ、ね、A フローがついてて、すごく、もうダイスって言っちゃうもんね、山本工学が作ってるわけですよ。めちゃくちゃすごい、やっぱりね、山本工学ですよ。そんな固い、お堅い会社が作ってるゴーグルですよ。めちゃくちゃ、もう曇りづらいし、見やすいのはもう当たり前。それ以上に何がすごいかっていうと、このバンク、ちょっとバンクもちょっと見ますけど、これバンクってこのモデルなんですけど、見てください。それで、ここのとこで、そうです、これで、光ちゃんちょっと動かしてほしい。はい、そことか、この指で、ガッチン、ゴーッとこうやってやるんですよ。そうなんですよ。横のとこが、ここってこうやって開くんですよね。ここのシステム、このレンズのこの開きあるじゃないですか。これがなんとも僕みたいに汗っかきとか山に行った時まで全然行く人に一回一回外す人いるじゃないですか。そうするとこれね、こうやっておでこにつけた瞬間にこう全部曇ったりするじゃないですか。でもこのガチンコがあるとなんと外す必要もない、ここからエアが入ってくるわけなんですよ。で、これがあったのがこのバンクってモデルだったんですけど、バンクはこうやって球面だったんですね。それで来季から出るのはこれの改良型って言ったらいいですかね、これのいわゆる平面型が出るんですよ。それがグッドマン。このグッドマンがめちゃくちゃいい、いろんな良さがある。まず1個目、まず平面ですよね。平面だから非常に見やすい。球面でももちろん見やすい人はいっぱいいると思うんですけど、球面がたまにね、酔うっていう人がいるんですね。だけど平面だったらこのね、すごくシンプルな場合なんで、ね、でも酔わないって感じなんですよ。それからもう一つ、僕のような顔が大きい、僕ね、ちっちゃい頃に大画面って言ったら大きな顔の電話ですね、大画面に入ったんですよ。そんな人でもこのグッドマンは視界が広い、かけてみますからね。来ました、これです。で、これね、これグッドマンなんですけど、見てください、大きくこれがグッドマンですね。こういう感じです。全体像はこういう感じです。こうやってギミックをこうやって説明しますけど、何せこの平面さ、見てください、横にしますから、平面さがまたいいんですよ。それでめちゃくちゃ視界が広いが書いてますからね。はい、ということでこういう感じでついたんですけど、見てください、こんな感じですよ。僕ね、皆さんの顔がこれぐらいの数字ですか、 JJ がよく写真撮ってくれるんですけど、 JJ がこれぐらいの僕これぐらいの顔の大きさなんですよ。そんな顔が大きい人でもこうやって見て、こうやって見た時にこうやって普通に隠れる。それで山本工学のこのダイスの良さっていうのは、この部分見るんですよ、この部分ね、ここの鼻下のフィット感がまあ日本にぴったり、ね、他のメーカーにもちろん、ね、アジアフィットとかグローバルフィットとかあるじゃないですか。そんなの考えなくても山本工学って言ったら日本のゴーグル会社ですよ。それで、まあ、ここのフィット感がいいから全然開かない。それでおまけ言ってる、さっき言ったこの部分ですね、見てください、このここにこうやってあって、さっきのバンクの時はこのスイッチがね、ちっちゃかったんですよ。でも今回大きくなって、これでもこっちがグッドマンじゃないですか。グッドマンのスイッチ大きくなったから、手袋をしてもこれ簡単に、せーの、あ、こうやって開くんですよ。ほら、開いてる、目があります。見てください、閉まってました、開きました、ボン。これ、この開いたからが風がスースー入ってくる、この中の蒸気がスースー抜ける、それだから汗になってこうやってなかなか曇りづらくなるっていうのが、この A フローシステムのめちゃくちゃいいところなんですよ。で、これすごくないですか？で、これパカッと、すごい確かに。このね、いちいちこれレンズがこうやってしなくていいんですよ。これが、あの人はパカッと、パカッと。よく皆さんとこうやってロープウェイ乗る人いるじゃないですか。ロープウェイ乗った時にこれがあると、いちいち外さなくてもよかったり、こうやってここにつけたもんじゃ、ここに外しちゃう。持ってたらこうやってグローブが大変だと。こうしとけば、
クワッドカットガードもこうやって風で鳴ってきますし、これめちゃくちゃいいですね。こういう感じなんですよ。はい、これで、ね、これグッドマンあるじゃないですか。それでヒカルちゃんがこのダイスの方のライダーやってくれて、ずっと毎日これ使ってるんですね。だから彼のこの毎日毎日のこのね、使った経験を生かして、うちの方トリックスターは1個のこのグッドマンを、グッドマンのレンズをチョイスしました。それがなんとウルチョーレンズでいいんだよね、ヒカルちゃんね。合ってます、合ってますね。ウルチョーです。ウルチョーレンズですよ。ウルチョーレンズ、ウルトラレンズにフォトクロミックのが入ってるのがこれウルチョーレンズ。ウルトラレンズっていうのはどういうことかというと、ハイコントラストですね。例えばそうだな、これドラゴンだったらあそこにルーマレンズってあるじゃないですか。あのいわゆるこのコントラストがすごく出るやつね。だからそれでどっから色、あの例えばあの色の三原色ってあって、その色の一箇所を思いっきり強くしてこの色の差を作ってやるのがこのウルトラレンズです。いわゆるハイコントラストです。フォトクロミックっていうのはこれ超光レンズ。超光レンズで、ね、変光超光とかいっぱい分かんなくなっちゃうじゃないですか。変光超光なんだっけって分かんじゃない。これ超光っていうのはかけてるうちに、あの このレンズがだんだんと暗くなったり、だんだんと透明になったりするんです。で、これがウルトラレンズの超光レンズです。ウルトラレンズの超光レンズで、なんとこれがライトシルバーのミラーが入ってるんですよ。パッと見てね、そんな大きなミラーが入ってないんですけど、これ、このミラーがあれば、まず明るいとこ行った時に、これ、だってこれだとこうやってパッと見て目が見えちゃうじゃんって嫌な人いっぱいいると思うんですけど、明るいところにかけてれば、まずレンズ自体が黒くなってくるんですよ。それで、これ、これミラーがかかってるんで、ミラーがあって黒くなるから全然これいいじゃないですか。じゃあ、ナイターとかどうなのって感じなんですか。ヒカルちゃんこれナイターも全然使ってましたよね。ナイターバリバリ使ってます。ね、これずっと使ってますよね。はい。ヒカルちゃんなんかね、この、あの楽市の時なんかね、毎晩遅くまでライターでね、あのオクトレの方こうやって掘ってくれた時も使ってたんですけど、これ滑ってる時もそうだし、作業してる時もずっと使ってたんですけど、このライトシルバーのレンズがめちゃくちゃ、そういう意味で言うと対応能力がいいっていうか、これ汎用性がすごい高いんですね。それでうちらが選んだのはこのウルチョレンズ、ウルトラレンズにフォトクロミックにライトシルバーのミラーがついたウルチョレンズ。はい、それで、あのね、みんなね、知ってる人もいると思うんですけど、このレンズなんですけど、山本工学すごいのこれ作ってて、これね、クリアテックスコーティングって言って、これ、これ水気で、これ湿気がつかないこのコーティングがあって、中側なんですけど、これがね、プレミアムアンチフォグっていう加工がされてるんですよ。プレミアムアンチフォグってどういうことかっていうと、プレミアムなアンチなフォグなんですよ。何言っても分からない。これどういうことかっていうと、内側についた水滴が、この、レンズがね、その水滴を吸収してくれて、何って感じですよ。吸収してくれて、ふわーんとかって広がってくれるんですね。それで吸収してくれて、そこにレンズにこれね、水滴が残らないんですよ。そういったレンズを搭載したのがこのグッドマンのウルチョなんですよ。ダイス、みんなも大好きなダイスの来シーズンから出るグッドマンのウルチョレンズとございます。これじゃあ、あ、すいません、ウルチョレンズとございますって言ってもらえば、うちの方でも分かるようにやって、僕も勉強しましたんで、皆さんもよかったらチェックしてください。ウルチョーレンズ搭載のグッドマン、よろしくお願いします。